ジェックスお魚教室メダカ編へようこそ。今回は最終回となる第3回ということで、メダカの飼い方や増やし方についてお話をしていきます。これであなたもメダカ博士になれるかもということで、それでは早速始めていきましょう。メダカは日本の魚なので、1年間を通して家の中でも外でもヒーターなどの保温器具を使わずに飼育することができます。またメダカに限らず、魚を飼育するにあたっていくつかの決まり事があります。まず1つ目、小さすぎる水槽を選ばないこと。2つ目、魚を入れすぎないこと。3つ目、餌をあげすぎないこと。4つ目、適度に水槽を掃除すること。5つ目、光を当てすぎないです。一つ一つもう少し細かく見ていきましょう。小さい水槽を使うときは、飼育する魚の数も少なくする必要があります。メダカは比較的簡単に繁殖するので、気づかないうちに水槽がメダカの稚魚でいっぱいになんてことも起こる可能性がありますので、ぜひ余裕を持った大きさの水槽で飼育することをお勧めします。また、餌は5分ぐらいで食べきれる量を目安に与えてください。餌にも種類がいろいろありますが、メダカは水面の近くで生活している魚なので、浮きやすい粒サイズが小さい餌を選ぶことをお勧めしています。水槽の掃除、つまり水替えもとても重要です。水槽の水は目に見えない微生物が増えて、魚の排泄物や食べ残した餌などのゴミを分解しています。しかし、分解しきれない汚れが徐々に溜まっていくので、定期的に水替えをする必要があります。水替えの目安ですが、2週間に1回、容器の半分の量の水を交換してください。交換の水に水道水を使う場合は、くれぐれもそのまま入れてはいけません。水道水には消毒のための塩素というものが入っています。塩素はメダカにとって毒になりますので、市販のカルキ抜きを使うか、一晩汲み置きして塩素がなくなった水でぜひ交換してください。また、絶対に水を全部交換してはいけません。一度に水を全部交換してしまうと、微生物が少なくなって、メダカの体調が悪くなってしまうことがあります。また、水替えの時は、飼育容器で使っている電気製品の電源はすべて抜いて行ってください。フィルターの空回りなどによる故障の原因や、感電の危険があります。ポイントの最後、光を当てすぎないというところですが、太陽の光はとても強力です。太陽の光が直接当たるところに飼育容器を置くと、水温の上昇や苔と呼ばれている藻類の発生を助けてしまって、メダカの調子が悪くなったり、掃除の手間が増えたりしてしまいます。メダカたちのためにも、飼育容器は太陽の光が直接当たらない、明るく風通しのいい涼しい場所に置いてください。次にメダカの増やし方について説明していきます。メダカは暖かくなる4月頃から早朝に卵を産み始めます。メダカが卵を産むには、いくつかの条件を満たしてあげる必要があります。まず1つ目は水温。水温が20度以上必要になってきます。2つ目は光。明るい時間が12時間以上必要です。3つ目は健康なオスとメスを揃えてあげることです。これら3つの条件を満たしてあげれば、1年中卵を産ませることもできます。生まれた卵はいろいろな条件にもよりますが、水温25度で10日ほどで孵化します。メダカの親は残酷なもので、自分の産んだ卵でも孵化した稚魚でも食べてしまいます。もし卵を見つけたら、親とは別の容器に移してあげてください。また皆さんは孵化したてのメダカを見たことがありますか？これが卵から孵化したばかりのメダカの写真です。大人のメダカとは似ても似つかない姿をしていますよね。当然、孵化したばかりの稚魚はオスもメスもわかりません。また、孵化したての稚魚はヨークサックという栄養が蓄えられる袋をお腹に持っています。孵化して3日ほどはその栄養を使って生活し、
次第に口に入る小さい餌から食べるようになっていきます。孵化したメダカはどれくらいで卵を産めるようなサイズになってくるのでしょうか。だいたい3ヶ月ぐらいで卵が産めるようになってくるんです。早い個体だと2ヶ月ぐらいで産み始めたりもします。ですので、もし4月に卵を産んだら、その子供たちは7月頃にはもう卵を産み始めて、どんどん増やしていくことができます。手塩にかけたメダカが増えていくと嬉しいですよね。楊貴妃や美雪のように自分だけの綺麗なオリジナルのメダカを作ることも夢ではありません。まだメダカを飼っていない人で興味を持たれましたら、ぜひメダカの飼育にチャレンジしてみてください。それではここまでの内容をおさらいしましょう。まずは飼い方に関する5つのポイント。水槽サイズ、魚の数、餌の量、水槽の掃除、光の量。これらのポイントを覚えておいてください。次に増やし方のポイントがこちら。親魚については、まず繁殖に必要な水温、光の量、健康なオスとメスを揃えてあげることです。また、卵については、卵を孵化させるために必要な水温とかかる時間。また、稚魚に関しては、生まれたばかりの稚魚の特徴。これらちょっと数が多くて少し大変ですが、どれも大事なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。これで全3回の授業が終了しました。皆さん、これでメダカについてはバッチリでしょうか？何度でもこの動画を見返していただいて、メダカについて理解を深めていってください。ではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。